Meow. チリのドイナ、またより戻したんだってよ、中村先生と。
お前ほんと人に興味ないのな。教師がなんか言ってるよ。外から見たら違いなんてわかんねえよ。今度は結婚するかもな、あの二人。中村先生だろうな、辞めるの。ああ、ちょっとした清涼剤だったのにな、中村先生と話すの。可愛いし、エクボが処女っぽいし、いつもお弁当手作りだし、食べ方綺麗だし。何がいいんだろうな、あんな元ヤン野球野郎の。いや俺にはわかるんだよ、中村先生は学生時代は真面目な文学少女だったわけだろ。それがそのままここまで来ちゃったわけだからさ、ああいう育ちが悪そうな男に引っかかるんだよ。破滅願望があるんだよな、中村先生ってさ。中身も大人なのは俺たちぐらいだな。当たり前だよ、清濁合わせ飲むのが大人だ。お、小説家先生に褒められたよ、あざす。教師になってまで教師に怒られなきゃなんねんだよ。確かに。わあ、なべみつだ。まだ来なくていいよ。俺が怒られるんだよ。すぐ行くよ。
ありがとうございます。先生なのに敬語なんですか？古文の。一組です。二年の。山田教授には生前、父がお世話になっていたので。先生は？そうですか。ありがとうございます、先生。また明日。
書店周りなの。新刊出たから。いらない、時間ないから。新人作家だから妙に気合入ってるの。事前に打ち合わせしたいんだって。じゃあ。父がお世話になっていたので、